サルダール・バルラブバーイ・パテールは、インドの政治家、インド国民会議所属、法廷弁護士でもあった。ジャワハル・ラール・ネルー初代首相の下で副首相、内務大臣を務め、インド・パキスタン分離独立に際しては、多くの反王国を巧みな手腕で、インドに帰属させ、インドの鉄の男、インドのビスマルクと呼ばれた。現在のインド・グジャラート州出身。同じく、 インド独立の英雄とされるマハトマガンディやジャワハルラールネルが政教分離を目指したのに対してパテールは独立以前からヒンドゥー至上主義団体の民族義勇団とつながりがあったとされるなどヒンドゥー教に傾いていたこのためイスラム教をはじめ様々な宗教が混在するインド国内ではパテールは独立の英雄とされながらも腫れ物のような扱いをされている インド国内外を問わず、ガンディやネルーと比べると知名度は高くない。しかし、2014年の総選挙で、ヒンドゥトバを掲げるインド人民党が政権を握って、以来、インド国内では、ヒンドゥー市場主義が高まっており、パテールの評価も高まりつつある。2018年10月、インド人民党を率いるナレンドラモディ首相の地元、グジャラート州では、統一の像と名付けられた。 パテールの像が完成した。完成時では、その大きさ世界最大であり、自由の女神の2倍、これまで世界最大の像であった、ロヤマ大仏を54メートル上回っている。総工費は299億ルピーとされる。ありがとうございます。